お送りしたのはコーダ組でレインでした。共通する曲意味がわからない山内さん。今日かける曲には共通のある単語が入っております。はい、その単語を当ててください。 ああそうなんだあれちゃんお母さん来てないんだね,ね遊びすぎだな 時刻は8時14分を回りました。沖縄市中央パーカー部に入り口、国道330沿いにあります、FM コザのスタジオから、木曜日担当、私、ミミリと、山内がお送りしております。おいおい。この時間は、沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えします。まずは、お天気から。お天気から。お天気から。<laughs> なんか言い方変ですか変でしたね。3月2日木曜日、今日の本島中南部のお天気は、 北西の風強く、後<お>北の風強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れになるでしょう。日中の最高気温は18度となる見込みです。あ,あ、ほら、寒い。 <laughs> いいぐらいじゃないいいぐらい。寒いってなるかな <laughs>、えー、降水確率は6時から12時は20%、12時から18時が10%、18時から24時は20%になる見込みです。波の高さは2.5メートル、後4メートルになるみ、になるでしょう。 2日夜遅くまで北西または北の強風に海上や沿岸付近では3日にかけて高波に注意してください以上天気情報でした、はいえー、続いて道路交通情報をお伝えします沖縄自動車道は今の時間スムーズに流れています目立った混雑渋滞はありませんそして、えー、一般道ですが国道329号線都口交差点で、えー、石田向け 渋滞長い渋滞が続いておりますそして、えー、沖縄市周辺ですね前原交差点ギノワの前原交差点から大蛇な交差点にかけて、えー、長い渋滞続いておりますそして国道58号線グスクマ、えー、アジャカン若干渋滞しております那覇向けですね今日はそこまで渋滞は多くないですね今の時間 どこもスムーズに流れている模様ですいぞいぞトロカツ情報をお伝えいたしましたはい FM 小座から見えるお天気ですが曇りですね曇ってますねうん。お、殺光がいる、ね、何しに来た <laughs> 今からアギノワに出勤かな <laughs> 気をつけていってらっしゃい <laughs> それではツイキャスの方から全国のお天気紹介したいと思いますはい。 本日のですね、ナンバーワンはまた言うのあれ？それさっき CM 中だったのであ,あそっか。えー、N.U.J. さん、はい、おはようさんです。うん、おはようさんです。今朝の横浜は曇り時々雨。予想最高気温は９度。明日はひな祭りですね。本当ね。ね明日ひな祭りなんだね。ね<ー>。うーん。はい。 続いて、恋するかっちゃん。山ちゃん、みみり、おはよう。今日も山ちゃんとみみり、頑張れや。あ、天気じゃなかった。えー、続いて <laughs> は、がまっさい川さん、みみり山ちさん、おはようございます。うはい。浦添市内間。<laughs> 晴れ。<あ>ただ、今の気温は16度、<laughs> ひいさんやー。ということです。本当にこのピンポイントぶりがいいですね。いいすね内間のみ。<laughs> 晴れ。 <laughs> いいっすね。<laughs> いいですね。<laughs> 続いてマッチョ58さん。マッチ。マッチ。山内さみみりリスナーさん、おはようございます。は<ー>えと天気は京都のお天気です。雲のち雨。曇り曇りね。曇りのち雨。最高は13度、最低2度。<お> 2> ただいま小雨模様ということあんまあ変わんないですね。沖縄と13度と2度だったら、うん、体感で言えば沖縄もそれぐらいですから。 風がね結構当たりますからね昨日の夜もさ寒かったよ昨日の朝夜夜今夜って言ってるなうん聞いてないっていうすごいねうん今言って。右から左ああなるほど夜よ寒かったんじゃないずっと家の中にいたのでぬくぬくしてたぬくぬくしてました昨日はねやっとねあのドラマを見終わりました何の サンタクラリータっていう海外ドラマがあるんですけどゾンビになっちゃう奥さんが超面白いわけそれをねやっと見ようたコメディーコメディーそうだよなファミリーコメディーみたいな感じなんですけどいいっすねいいっすよんか笑いもあるのめっちゃ笑える違うこの外人のほら笑いが入るじゃんあそれは入らないですそれは入らないあれ入ったほうが面もしいけどなうん うん。<laughs> <laughs> <laughs> はい。えー、町五58さんから、どっちも話聞いてない,ていち。まだ天気ほら、続いてるじゃん。あ、続いてますえー、もう一方。恋するかっちゃん。ママちゃん、ユミリーおはよう。今日の兵庫県の天気。気圧の谷の影響で、俺は市役所に手続きがありまして、昼から雨が降りやすく、突風や落雷で大荒れ天気になるでしょう。以上です。が、何か。ということで。 えと俺は市役所の手続きがありましての部分はいらないですよね。<laughs> 気圧の谷の影響で昼から雨が降りやすくですよね。そうですよね、うん、なんか一回飛びましたね、どこかに潮を挟みましたね,潮を挟んだね。あなたの潮はそこまでいいかなっていう,、ね、そうですね。うん、ということで兵庫県は、えー、曇りのち雨。いいややでもねトップやら,くらい大荒れ 終われ寒そうですね皆さん今日も暖かくしてお出かけくださいはい、はい、えっとですねちょっとここで僕からお話があって、うん、いつもね、はい、こう昨日とかまで、うん、前足何話そうかなって考えてるんですよずっとはいはいであこれとこれとこれって思うんですね <laughs> 今日の朝もですよずっと、まあ、トイレとか入りながらね 臭いマイク <laughs> 俺のも <laughs> <laughs> で聞いてください聞いてくださいでそれがね、はい、もうすっかり忘れるメモしといたらいいんじゃない ?3 つぐらい、はい、これ言おうこれ言おうっていう話題があったのに、うん、1>, 1つもまず出てこないボケが始まってるんじゃないですかやばいよなやばいっすねだから オープニングでそれ言いたかったコード組の間にしょろうじゃねえよ <laughs> こんなしょろいないよ <laughs> どういう意味ですかこんなしょいないってこんなイケイケなしょはいないと自分で言いたげな感じですが <laughs> ギンギンなしょいないです出たよ出たよ <laughs>、えー、メッセージ届いてますよいやいや以上 <laughs> <laughs> 以上お天気道路交通情報のコーナーでした さあ今日のテーマなんですけれどもマイアシス木曜日本日のテーマは動物でございますよ動物なぜ今日は動物になったんですか、はい、あのー、先々週東南植物楽園で、うん、このふれあい動物コーナーみたいなので触れ合ったんですよあ分かるあるよね<い>奥にサイサイサイ動物だけにテーマが<さい> <laughs>、はい、今日も全部あれですか動物に絡んでいく感じですか <laughs> 返事も 全部さい。<laughs> <サイ> <laughs> で、うん、あのー、先週末は子供の国に遊びに行ってこの雨の中動物を見てきたんですよそしたらキリンさんとかも何、うん、て言うのかなこのまったり まっったりっていうか、雨に濡れないようにちょっとおうの中に入ってて首だけ出してるわけなんかひょいってそれが可愛くて雨動物は雨嫌なのかなやっぱ濡れるの嫌なんじゃないですかなんで分かんないけどでもカバとかいつも濡れてんじゃんあれは水陸動物だからじゃないあ<ー>でもライオンとかはほんとに水浴び嫌いらしいですよえそうなんだ、うん、猫も猫も嫌いじゃない猫かはーうん何だっけな あのー、子供の国の職員の大國さんが言うには「虎、うん、かなんか以外は全部嫌いだよ」とか言ってました、ね、え水水浴びする猫科の子もいるけど、うん、それ以外は全部嫌がるとか言って子供の国さ新しいの来てたんじゃない、うん、タイガーあまだ来てないあまだ来てないはいホワイトライオンホワイトタイガーライオンかタイガーかライオンはいました,たアルーシャ めっちゃかっこよかった<嘘>あくびばっかりしてたけどいいな <laughs> やっぱね隣にりんごちゃんっていうおばあちゃんがいるんですけどうん、うん、よりはやっぱり若いから顔立ちとかもあのー、もうねほぼほぼ貸し切りみたいな感じだったんですよ私あ人いなかったんだ人いるけど通り過ぎて終わりみたいな感じ。1個ずつの動物をゆっくり見れて<ー>チンパンジーのすぐるく君とかともずっと一緒に写真撮ったりしててうん、うん、あ,のあっちの檻だろ 新しいあれすごいよな上からも通るさすごいでも雨降ってて寒かったから縮こまってましたあれすごいよすごいサタズー行ってごらん今度はい今年はよかったよかったサタズー行きたいですねサタズーで見たんですよあれ初めてだから感動しちゃったなんか動物ってテーマなんかやったことないですよねみたいな話になってはいはいなるほどで動物になりましたね確かにうちは動物ネタ 塩素がいるのに動物ネタ弱いですからね弱いです、ね、うん、まあ、FM 小座もね小ザ太郎っていうハムスターを一時は飼っていたりたださもうなくなったじゃないですかなくなりましたねあれが悲しすぎて悲しすぎてもうそれ以来暗い事務所があみんな落ち込みすぎ <laughs> あの小ザ太郎が亡くなって2か月後に我が家の愛犬も亡くなったんですよあれもうフレ暗いで今でも覚えてるんですけど その日の日次の日があのー、月曜日担当だったんです私はまだマイアシス、うん、で目が真っ赤っかのままマイアシス担当しててそ,その動画がまだ残ってますえー、<laughs> ちょっと見てみよう去年の2月頃のね告知動画告知動画でもうもう目が吹っ切ってますからね目が吹っ切ってる、はい、チラが吹っ切ってるチラは吹っ切ってないけど <laughs> どうしたんすかっていうコメントが入ってますからね。<laughs> <laughs> 俺が泣かしたじらだな <laughs> そうそうそう山内さんに泣かされましたって書いたような気がします <laughs> なるほどさあ、えー、それではメールいきたいと思います。はいえー、テーマ動物なんですがこの人には関係ない模様でございます。とリスささん<た>、えー、今週の,キセの里情報はいよ多分さ ラジオの中でさ朝の「稀勢、うんはい、の里」情報なんつうものを流してるのは県内でうちぐらいだな稀勢の里のふるさとではもしかしたらやってるかもしれんけどそうですね、うん、まあ久しぶりの日本人横綱ですかね <laughs> いいんじゃないですかでも言うほど盛り上がってはいないけどね一部地域で盛り上がってるんじゃないですかそうそうそう、えー、第66代横綱若乃花 おお <laughs> なんでの里女じゃ学会を去った理由の一つが長嶋茂雄終身名誉監督への憧れだったと明かした、はい、2>, 2年間外の世界を見させてくれたら教会に残ることを考えたい外の世界にこだわった理由が長嶋さんへの憧れ「待て待て待ていいちょっと待ってちょっと待ってお兄ちゃん」これあるとか言ってますよ ちょっと待ってちょっと待ってお兄ちゃんお兄さんじゃないだからそれとかけてるあかけてるはいえ相撲協会をやめた本当の理由は引退後も弟と比べられるのが嫌だっただけだろだろうね元横綱のネームバリューで金もけしたかったからだろ毎日がパーリーピーポーでヒルズで合コンうはうはパクパクなんだろどういうことかな少しは稀勢の里の真面目さを見習ってください 僕はそんな奇跡の里が大好きです。はい。もうさ、奇跡の里の情報一個もなくなってるわけよ。<laughs> 私知ってますよ。あ、違う違う。この人の奇跡の里の情報。待ってよ。はい。我が我がしないで。オッケー。<laughs> この人の若の花の批判に終わっています。ね。ただただ何ですかね。若高のことをよく言いますよね。若の花が大嫌いなんじゃないですかね。ああ、そうなんだ。<laughs> なんでパーリーピーポーでパクパクだからじゃないですか本当は憧れてるんじゃないですかディスちゃんが若の花にあ自分もパーリーピーポーでパクパクしたいそうそうパクパクしたいっていう,うでもできないからちょっと待ってちょっと待ってお兄ちゃんになっちゃったっていう感じできないのかなでやればいいのにね、うん、やりたかったら <laughs> 勝手に決めて<え> <laughs> <laughs> はいはい 続いてこの方、耳に、うん、さえました皆さん、おはようございます。おはようございます。はい,はい、いよいよ三月ですね。今年、今月の八日は、小ざのすけ少年の二十三回目の誕生日ですよ。お、おめでとうございます。三月八日。来週ね。<お>来週ね。なんだっけ、歌あるよね。三月八日の歌。三月九日, <laughs> 日だよ。惜しい別に気を使ってプレゼントを送るなんてことはしなくていいですよ。ふふ。さてさて、今日のテーマ、動物。<laughs> ペットとしてワンちゃんを飼ってましたよほうほう去年遠いところに旅立っていきましたが<ら>一緒だ寂しい13年間我が家を明るくしてくれる存在でしたそっか旅立っていって3日後に夢に出てきたので幸せだったって聞くとくとってもっと言ってくれました多分それを伝えるために夢に出てきたのかなと思っています 別れるときがどうしようもないくらい辛くなるので今はもうペットは飼っていないですけどかるたまーにペットショップに行ってワンちゃんがはしゃぎ回る姿を見て癒されていますわか,かるわかるわかるやっぱり動物っていいですねそれでは今日の放送もよろしくお願いしますということです小の之助ありがとうもうさそういう泣かすエピソードやめてくださいね本当にねあの私も不安で、うん、すいませんがりさんにね、うん、カードを1枚引いてもらったんですよそうんうん、うん、その時時う チュラはどう思ってるかなっつってそしたらりんさんがなんかこの家族にいて買われてよかったよ天国で楽しく暮らしてるよっていうメッセージのカードが出てきて1枚で1一枚目でおすごいのもうそれを読んだ瞬間ドワーってまた涙が出そうってああもう出るよね何そっかチュラ天国で楽しく暮らしてるのかーと思って嬉しくなりましたこれさー ゴーイング・メリーゴーのエピソードなんですよ。ゴーイングメリーゴーあのー、ゴーイングメリーゴーは麦わらのイッチダウンあワンピースの話 <laughs> <laughs> びっくりするわほんとにあるな自治体のものことあ, <laughs> あるかでゴーイングメリーゴーが」みたいな。あー漫画の話ね最後、はい、こう助けて助けてうんこの。 仲間をね、ゴーエングメリーゴは。でもこうさボロボロなんですよもう。そうなの？うんメリーゴは。うんうんだからもうお別れだっつって火でやって海に沈んでいくわけ。その時にありがとうってわけ。うん。楽しかったっつってもうねそう。船が喋るの？喋るわけ。船が喋るの？怖！あもうねそうね。いや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 。 怖いから見て目ちょっと涙がたまったら。うーん、ナチブだからね。<laughs> 山内さん、<laughs> 私よりナチブだからな。うん、あのエピソード、最高ですよ、本当に。うん、読んだことないか分かんないんですけどね。えー、続いてこの方。<laughs> <laughs> ラジオネーム、天然ボケさん。はいはい。いやー、木曜日か。うん、木曜日といえば、ガッハーをしているみみりさんと、うん。<laughs> <laughs> 朝のいいラジオをしたいなと思う局長さん。そうですよ。みみりさん。 小ザラジオを聞きながら、卒業式が終わってから告白しようかなと思うリスナーの皆さん、おはようございまーす。<laughs> はい、終わって、終わって告白したらダメでしょそうそうそう。卒業式でやらんとね。卒業式の前にやらないとね。えー、今日のテーマを書きながら、なぜかスナックで奥さんを見つけたいと思う天然ボケ。<laughs> <laughs> <laughs> 重症ですな。重症ですな。はい、スナックのママさんを奥さんにしたいということね。スタッフね、お姉ちゃんね。うんうん えー、今日のテーマは動物。なーにー動物かー。めちゃめちゃ苦手ですが、遠くで見てるだけでいや。へえ、苦手なんだね。ミミリさんが天然ボケといえば、馬に似てるからねと突っ込んでるミミリさん。<laughs> 突っ込んでるんですかうま馬というより楽だかな。どちらかというと。天然<ー>、ね、ボクさんはね。なんか歯出してもぐもぐ食べてそうじゃない、うんま、馬も楽だもん、一緒か。<laughs> <laughs> 扱いよ。 存在すぎるだって <laughs> ほら自分で馬に似てるからねって変えてきてるからラクダって自分で言ってないだろあそっか、まあ、馬もラクダもうかもう一緒かな一緒だラクダかっていうの違うよ馬かわかんない馬かということで <laughs> 今かつく <laughs> 今日のテーマは 動物でお待ちしております。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。メールアドレスは761アットマークコザ .jp761 アットマークコザ .jp までお待ちしております。さあ、ここで一曲をお届けします。今日はですね、今日も曲に 共通のある言葉が入ります。そうですね。参考が入っておりますよ。それを推理して、当ててください。うん、難しいですよ。いや、簡単でしょ。ユーツでサマーライン。<laughs> お送りしたのは U2 でサマーレインでした。 時刻は8時40分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えします。まずは琉球新報社会面より記事をお伝えします。1職員が協会私物化。沖縄市観光物産振興協会の2015年度収支報告書で不適切な会計処理が指摘されていた問題で沖縄市監査委員会は1日までに 監査結果を公表しました。規定にない仮払い金約570万円を一人の男性職員が受けていたことについて、私的流用の疑念を抱かせると指摘したほか、規定にない住宅手当を職員たちに支給していたことも分かりました。不適切な処理が起きた要因は、 一職員が教会を私物化するような状況を作ってしまったとされています続いて琉球新報首都村面より記事をお伝えします平和大使が報告会2016年度の沖縄市平和大使研修報告会が2月24日沖縄市社会福祉センターで行われ市内の中学生16人 社会人3人の計19人の大使が1年間を振り返りながら次の世代に平和の大切さを発信していく決意を新たにしました。次の記事です。沖縄そば作りに挑戦。沖縄市子供の国でフェスティバル。沖縄そばを食べて学んで体験できる沖縄そばフェスティバルが2月26日沖縄市。 沖縄子もの国で開催されました。県内各地の8店舗の沖縄そばがくわ、8店舗の沖縄そばが味わえ、沖縄そばの麺や七味唐辛子作りなどの体験コーナーなども設けられました。麺作り体験には多くの親子連れが集まり、自分で作った沖縄そばを美味しそうに頬張ったそうです。続いて沖縄タイムス地域麺より記事をお伝えします。 ベニーモ調べ米国切符、休養高校科学クラブ4日出発。沖縄県立休養高校の SS 生物科学クラブに所属する生徒らが、ベニーモの皮に含まれる紫外線吸収物質の活用の研究成果を携えて、米国の高校生らと交流します。昨年末にあった高校生が企業につなげる科学研究のアイデアを競う第5回スコア。 で優勝し、その副賞として4日からアメリカへ派遣されるそうです。生徒らはたくさんのことを学びたいと意気込んでいるそうです。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしました。 時刻は8時43分を回りました。沖縄市中央バーカービニー入り口国道33丸沿いにあります FM 小座のスタジオから若田克久、ミミリと山内がお届けします。<laughs> 続いてこのあれもうすぐ行くんだ。このコーナーコーナーあ待ってよはいこのコーナー今日今日今日何の日 今日は何の日のコーナーでーす。さあ、まずは沖縄手帳からご紹介いたします。はい、3月2日、木曜日。三人の日ですね。えー、そんなこと書えてない。違ます違うか、えー。釈光の日。釈光の日。うん。土のえ根の日。旧暦は2月5日。満潮時刻は9時37分、21時55分。うん。干潮時刻は3時24分。 15時48分となっております。うん、潮回りは中潮です。そして、沖縄の歴史背景は、1974年、うん、オ六で不発弾爆発。えー、幼稚園児ら死亡う。うわー、ひどいねあら怖いですね。怖いねはい。ええー、また、ダイキンオーキッドレディースゴルフが、うん、今週末から、 ということですかね。そうそうそう。はい。まあ始まったのかな。始まってますかね。うん。ええまあ明日からか。うん。大金をきっとなんかすごい愛ちゃんがいてね。ね今回は華やかしてますけど。綺麗ですよね。いいですね。ええもしはいお時間あれば見に行きたいと思います。行き見たことないんですよゴルフって名前。俺も。ゴルフ大会見てみたいなって。見てみたいね。なんか拍手とかみんなするじゃないですか。パチ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 って。 あいちゃんって言ってみたいなあれ言ったらダメでしょじゃああれ売った後だったらいいんだよあそうなんだ、うん、あいいですね、うんえー、続いてインターネットの方から今日は何の日見てみましょう、はい、今日3月2日はミニチュアの日うん遠山の金さんの日あみ」三「三と「二だからミニチュアかうんそうですねえー、っと「日食記録」年日食って何だっけ 日食って日が太陽が月で隠れることさ、はい、月食はよく見れる月食は結構見れますよね20年に1回ぐらいうん分かんないけど違うか月食は月が隠れるんでしょうんそっか日食は日食ってなんかかっこいいよな逆,逆すごいね628年から記録が残っているへえ<ー>、うん、なるほどうん えー、今日の誕生歌は終わりかようんはい花金ポーゲこれ言いたかっただけだろうバターカップと言いますねその名もええー、英名も変だなうんねバタルカップですよいい続いて花言葉は美しい人格ということですあれあれ,あれ美しい人格となあれあれ メミ,ミリさん、はい。ね、<laughs> なんですか何か言いたげですね。なんにもないっす。私のキャッチコピーなんですか。顔だけ美人。<laughs> <laughs> 正反対の花言葉でございました。じゃああなたに花金鳳を送ろうね。バラカップ。バラカップ送る？送る。美しい人格になれということです。そうですそう,です <laughs> うこの人文句言うときね、すごいブスになるわけ。<laughs> <laughs> 文句言うときは気持ちがこもってるって感じですか <laughs> あもう顔からもうひどいなんていうの <laughs> あれが出るから性格悪いっすねあれねしょうがないねはいということで今日は何の日のコーナーでした 時刻は8時48分を回りました。はい、沖縄市中央パークビル入り口国道3 3 0いにあります FM 小座のスタジオから私ミミリト山内がお届けします。はい8時台もエンディングですよ。まあ、だだよ。<laughs> 今日テーマトークですよこれから。はいそうですね今日のテーマは動物でございます。動物動物もう私たちの身近にいます動物はい。 それはテーマにお送りします。<laughs> どうした <laughs> どうした <laughs> ええー、リスちゃん。はい。獣。テーマ。獣テーマ、獣ってきてます。おえー、木曜は朝から獣になる女ミミリ <laughs> なんで <laughs> 月金の毛の。山内。おはようございます。はいます優しいリスちゃんです。優しいのかリスちゃんは寂しいと死んじゃうんだぞ。うさぎか。 <laughs> 明日はひな祭りですね五、うん、月五日の子供の日にはちまきという食べ物で、はい、男の子の発育を祈るという風習があるうんうんうんそうねあのちちまきってそうなんだはいちんぽげなんだ違うでしょ <laughs> 違うの書いてあるよでもえー、そうなのち、うんぽげやばい を表してるって。ああ<ー>。ちんぽうげを表してるって。そうなのうん。玉みたいな。<laughs> そう、じゃあ。た玉玉はほら、玉の方だから。ちんぽうげの方ったら <laughs>。3月3日は、何か、<laughs> えー、何か食べ物は、祝うような食べ物はあるのでしょうかえひな祭りひな、うん、あられじゃないひなあられだね。三色餅とか。 あ3色持ちいいね3、うん、色持,ち持って帰ろうかなね、うん、がひな祭りでまあ私たち女の子が多いので兄弟うだいちらし寿司とかね作って食べてましたよ毎年ちらし寿司うんひな祭りにおううんうんおつですなつですなガチンばっかり。<タッ> えー、続いてこの方。はい、青の軍団さん。軍団さん。ざいまーす。クイーンオブミミリー山内さん。うん。ざんまーす。へいー,ひゃーミミリー。ゴーイングメリー号の話<笑>,笑ってるっけど。DVD 借りてみてね。<laughs> 今までの話知らんくても絶対泣くからな。って。あ、この部分だけでこの部分だけで泣く。なんも知らんのにでも、この部分。うーん。まあ、わかりますよ。ルフィがいて、ナミがいて、 サンジがいて、えー、ゾ,ロゾロがいてチャッピーチャッ, <laughs> ッパーがいるのウソップもいるあウソップもいるねはわ、まあ、かりますけど、えー、まあまあまあ俺は海賊王になるってことで旅番組みたいな感じでしょ旅番組 <laughs> 冒険活劇ですよ <laughs> あなんか言ってますよね毎週それ何を冒険活劇であるみたいなこと言ってないあ分かんない俺アニメは知らんわけあ,あ,あのあれしか知らない 本漫,画漫画の方単行本の方そうそうそうだからちょっとね<ー> DVD まあまあ見てごらん泣くはずよ本当にうんそうですねさっきね CM 中僕がだから「貸すよ」っつったらね拒否しましたからね全部出てから読みたいタイプなんですよ絶対100巻超えるよ <laughs> かえ,ー、超,えるああ超える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 その前に小田さんなくなるんじゃないなくならんよ勝手に <laughs> 若いんだから多分同じくらいじゃんあそうだっけうんあれで一応若い時からこれやってんだよワンピース描き始めたんだよねすごい才能ですよえあれさ漫画家って俺すごいと思ってたうんすごいと思うあの絵も上手な上にストーリーテリングも上手でしょでもほら「バックマン」見たことありますわかるわかるは2人でやってるさ2人でやってるじゃん小田さんは1人でやってるんだよねえ小田先生小田先生うんんで漫画家に先生つけるのかね 作家だからじじゃゃない先生んだからさすごいこの話もこう考えるからねえすごいなすごい才能ですようんでもこのあの2人で作ってるデスノートとか書いてる2人も私は好きなんですあの2人の漫画もとっても小説読んでるぐらい細かい字が字がえ嫌だでも絵も綺麗あじゃあいい 結構ハマりましたね中高生の時はジャンプのトリコトリコトリコってあるんですよ今大人気なんですよ「週刊少年ジャンプ」でねはいその漫画家は僕の同級生で友達ですおちょっと自慢話そうそうそう友達うん当に知り合いじゃなくてうん友達へえあの今は渋谷飲みに行ける友達飲みに行ける友達 もし、はい、この前ね小学校の同級生のクラス会があってはい、はい、そこでい<た>トッシートッシーって言うんだけどはあ、はあ、トッシー来てたわけへえ<ー>で「おいトッシー」っつってから「お前漫画家なったな」っつってからねこのトッシーは本当に映画飛び抜けてたわけ小っちゃい時からあ<ん>あやっぱそうなんだそう あのみんなねドラゴンボール真似してその当時前流行ってたから、はい、真似して描くんだけどあれのだけオリジナリティが溢れてるわけあちょっと違うんだ違うもう動きとかがさ出てるわけこの絵に小学生ながら、うん、すごかったよやっぱり<ー>なんか違うなーと思ったやっぱ持ってる人は持ってるん、ね、そうそうだからそういう人がやっぱねあんなに行くんだねっていうか残っていくんじゃないですか<ん>そういう業界に そうだねやっぱすごいっすよすごいですねえ続いてこの方はい皆さんおはようございます動物ラジオネーム R さん動物幼い子と頃はいろいろ変えましたよ初めてはひよこでしたああありがち子どもたちを学校に送り届けて6年生のお兄ちゃんは中学校から部活をしないと塾と両立が嫌みたいで夫婦 夫婦世間に疎く、うん、お兄ちゃんをブルーに投稿させてしまいましたよ <laughs> ゲームやアニメを夢中にそれ以外はどんなかなまだまだ幼さや私がいけないのかなお兄ちゃん怒ってしまいましたよ心が痛いよということですね大丈夫ですようん怒るぐらいはいまあいいやえバッサリ <laughs> 初めての買うのはヒヨコ。ね。うん。前はさ、お祭りとか行ったら、ヒヨコがいたり、金魚がいたり、カメがいたり、あ、金魚は今もいるか。うん。えー、あとはハムスターハムスターいたけの、いないっけわかんない。ねえヒヨコは、行っ、うん、たさね、いっぱい。行きましたね。僕もね、 金魚かヒヨコなんですよ最初買ったのはうん、うん、多分金魚だったはず金魚すくいのあれではいでその次ひよこぐらいうん私初めて買ったペットは金魚なんですよおうおうで水道水のカルキを抜きなさいってこの飼育のおじちゃんが言ってて そしたらうちのママンがルキを抜くんじゃなくてカルキを入れると思って漂白剤を入れて漂白剤を入れてしまったわけママンでもわからないのママンボケだから次の日結構立派な水槽とかも買ったのにプカプカ金魚浮いてました次の日そってそうだろ 色ししまた金魚がうわやっぱりあれさだからさだったグロなおかんに金魚殺されたまあ大体おかんはペット殺してますからねっていうねだからさいや「カルキを入れなさい」って間違えましたっていうのはまだ分かまず違う入れなさいまでは漂白剤は悪いなって分かりそうだけどな わかりそうだけどね。うん、これちょっと悪いんじゃないかな。たくましく育ってって思ったのかな。<laughs> <laughs> <laughs> まあまあやるな。え、天童さん回コメント。ああサイコパス一家。ジンにサイコパスだよ。サイコパスかな。ああこのさカルキをっていう単語でさ漂白剤入れるこの方向転換というか。うん、ない,いよね。何が？そこ行きます。 うん、ないよねないほんとにないえ青野軍団さんはいアダムスファミリーより鬼鬼だよねほんだねえ天童さんニヤニヤしながら漂白剤を入れるままニヤニヤしてないと思うよしてないと思うよあの皆さんカルキを抜くという作業わかります分かんない水道水をバケツに入れて23日外に置いとくそうですなるほどそう そしたらより自然に近い水に戻ってって金魚がなんて今カルキを抜きながら水道水を入れる違うわ <laughs> <laughs> 水道水からカルキが抜けてうん金魚が住みやすい水になるっていう話を聞きましたよ、えー、なるほどはい皆さん間違って漂白剤は入れないでください <laughs> ぜひ入れないでいこれ何にも入れないでよ <laughs> 何にでも洗濯機以外には入れないで <laughs> ね、白いものをい、うん、洗う以外にはねそうそうそうさあ、えー、8時台最後にはいえっとですね俳句が来ていますはいここで一句 NUJ さん「はい、2>, 2人には、うん、耳が痛いよ花言葉」<laughs> <laughs> 上手でございます。はい 皆さんク時台もお付き合いよろしくお願い,いします。はい、まだまだメールを待ちしております。今日は動物ということで、はい、メールアドレス大急ぎで761 at mark fm kotan .jp まで。 時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。まずは暮らしの情報から。平成29年度、市、県民税、県、 国民健康保険料申告のご案内です。受付期間は2月16日から3月16 15日まで。ただし3月12日日曜日のみ休日受付を行います。受付時間は午前9時から午後4時まで。会場は沖縄市役所1階市民ホール、または 地下2階市民健康大ホールとなっております。申告期間中は、駐車場及び周辺道路が大変混雑します。公共交通機関等のご利用にご協力ください。また、例年受付期限に近づくと大変混雑し、待ち時間が長くなる恐れがありますので、申告はお早めにお願いします。 詳しくは市民税課までお問い合わせください。続いて、国民年金保険料の納付済みなど期間が短縮されます。平成29年8月1日以降、老齢年金を受け取るために必要な期間、保険料納付等、 期間が年金受給対象者、すでに65歳以上で10年以上納付などがある方には、日本年金機構から年金請求書が送付されます。送付期間は2月末から7月まで、ただし対象15年4月1日以前に生まれた方及び、 共済組合などの加入期間を有する方は、6月中旬から7月中旬までに発送します。年金請求書が届きましたら、必要事項を記入の上、必要書類と合わせてお近くの年金事務所でお手続きください。詳しくは、年金ダイヤルまたは、コザ年金事務所までお問い合わせください。年金ダイヤルの番号は、 0570-05-1165 0570-05-1165番です。続いて、コザ年金事務所の電話番号は933-2267933-2267番です。日本年金機構から電話で手数料などの金銭を請求したり、 金融機関の口座番号をお聞きすることは一切ありません。不審な電話にはご注意ください。詳しくは市民課、国民年金担当までお問い合わせください。続いいて3月、4月はは市市民民口口が大変混み合います市民課窓口は 住所移動手続き等により、3月及び4月は大変混み合います。お時間に余裕を持ってお手続きくださいますようお願いします。受付時間は8時30分から午後5時15分までです。窓口が大変混んでいる場合は、受付までに1時間以上お待ちいただく恐れもありますのでご了承ください。届け出時に、 主な注意点として、市外からの転入時は、転出証明書が必要です。新しい住所に住まれてから14日以内に届け出てください。また、新住所に先に住まれている方がいらっしゃる場合は、先に住んでいる方からの承諾書が必要となります。様式は市民課窓口にて配布しています。 また沖縄市ホームページからもダウンロードできますのでそちらもご利用ください国民健康保険への加入は社会保険の資格喪失証明書が必要となります社会保険喪失後14日以内に届出を出してくださいまた国民健康保険からのお知らせです社会保険加入者全員の健康保険証が必要となります 各種お手続きの際は、来庁者の本人確認を行いますので、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類をお持ちください。代理人がお手続きを行う際は委任状が必要となります。お問い合わせは、市民課までご連絡ください。 続いて、平成29年度沖縄市学校給食費助成のお知らせです。多子世帯の子育て支援として保護者の経済的負担軽減を図るため第3次以降の学校,給食助成学校給食費助成を実施しています対象は世帯内で小中学校に在籍する児童生徒のうち 第3子以降の児童生徒です。女性要件は市内在住で生活保護、巡洋保護を受給していないこと。申請期間は3月1日水曜日から4月28日金曜日までとなっております。申請場所は第3子の在学する学校事務室。申請書は学校事務室にて配布しております。 また沖縄市のホームページからもダウンロードできます。申請は毎年度必要です。詳しくは沖縄市立学校給食センター。電話番号は929-4776、929-4776番までお問い合わせください。続いて美等小学校の通学区域の一部が 合わせ小学校に変更になります。変更時期は平成30年4月1日日曜日からです。変更地域は合わせ5丁目、6丁目、開放1丁目となっております。変更前に合わせ小学校に入学、転校できます。手続きの方法はお問い合わせください。尾藤小学校に在籍中の児童は卒業まで通えますが手続きが必要になります。 対象者へは平成29年10月以降、学務課より通知いたします。詳しくは、学務課、学務係まで、電話番号は937-6602、937-6602番までお問い合わせください。続いてイベント情報です。沖縄市多目的アリーナ施設等設備、事業市民説明会のお知らせです。 多目的アリーナ施設の整備に向け、次の通り第6回説明会を開催いたします。日時は3月10日金曜日午後7時からです。場所は市役所地下1階入霊室となっております。事前の申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。以上、ハイサイ沖縄シティ。このコーナーは 沖縄市の提供でお送りしました。 時刻は9時12分を回りました。9時台も沖縄市中央パーカーベニュー入口国道330沿いにあります。FM 小座のスタジオから私、ミミリと。山内が。前オアシス、木曜日をお届けしております。はいはい。はい。それでは、ここで沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えします。はい。うんどうしたんですか気合入れようと思って。9時台から元気になりました ?9 時台行って。はい。 割と下がっていくんですよ下がってくねだからここで一つ元気を入れようとそうそうそうお腹も,も入れなさいお腹もすくんですよはいさえ終わってのあなたのこのテンションの下がり具合非常に <laughs> <laughs> また目つぶった <laughs> 聞かない <laughs> トークを, <laughs> ト,ークを <laughs> トークを見る風うじ聞いてます説教ですよこれはいはいハイサイ緊張するわけハイサイまであ終わったらもう気が抜けたダンスでニュースとハイサイは キー使うわけさうんして終わったら終わったってなるだからここでバッって下がるそうそうそうあの元に戻る元に戻る通常通常私の通常に戻るあなた通常最近めっちゃテンション高くて <laughs> みんなが面白いこと言うからさやばいっすよ事務所こうやってんのかなぐらいハプニングが起こるわけよあすかかなぐらい <laughs> <laughs> 覚醒剤言うな <laughs> <laughs> いいじゃん、覚醒剤ぐらい言っても。はい、えっと、お天気ですね。そうですよ。3月2日、今日の本島中南部のお天気は、北西の風強く、後、北の風強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。晴<れ>日中の最高気温は18度。うん、降水確率は6時から12時は20%、12時から18時が10%、 18時から24時は20%になる見込みです波の高さは2.5メートル後4メートルになるでしょう沖縄地方は前線,前線や大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇っており雨の降っているところがあります夜遅くまで北西または北の強風に海上や海岸付近では3日にかけて高波に注意してください以上お天気情報でした 続いて道路交通情報、えー、沖縄自動車道は今の時間、スムーズに流れています、目立った混雑、渋滞はありません、工事情報です、北中城から、えー、沖縄南インターにかけて工事があります、えー、北中城インターから北向けですね、えー、沖縄南インターチェンジまで工事が入っております。 続いて一般道ですがこちらも沖縄市内今のところ目立った混雑渋滞ありません周辺の渋滞も緩和されていますが、えー、国道335維新だから漬けらにかけて、えー、渋滞来館向け渋滞となっています維新だから漬けらにかけて来館向け渋滞、えー、その他目立った渋滞はありません以上です以上です <laughs> あの、今、ハイサイの時に、えっと、外出たんですけど、本当す今日はね、過ごしやすい、いい感じのお天気ですね。晴れてきましたね。晴れていて、太陽が、出てる。そう、あの、ひんやりして、うん。乾燥して、うん。非常にいい、今日は、頃合いですね。いい具合ですね。えっとですね、また、 4日にかけてですね、空気が乾燥する見込みもありまして。うん、あ,あ、やっぱり。火の元、火の取り扱いに注意してくださいというお知らせも出ております。やっぱりか。うん。ね、気をつけた方がいいですね。昨日ね、あの、うん、ちょうど消防が。そう、今週は、この火災防災。<laughs> <laughs> 火災防止週間じゃないですか。あ、そうですか。うん、はい、らしくてね。うん、かっこいい。 消防車が3台並んでね、うん、ゆっくり走っておりましたけれどもそうですね <laughs> 沖縄だとさやっぱりもうちょいね遅い時期かなと思うんだけど早い時期か1月とかああ乾燥乾燥そうですかね3月からはさうんうんうんじゃないですか？うん2月もでも雨多いですよね沖縄だから1月さうん乾燥んあーあ,ーあーおいしはらっち <laughs> あ石原久しぶり <laughs> そうですかね、うん、うんうんうん乾燥防止してます山内さんカッサカサで出勤してくるじゃないですかじゃあ前一回でしょ <laughs> いやその後もう一回ぐらいありましたよあったね、うん、あれから化粧水っていうのおうおう嫁が使っているのがなんとかな麦なんとか麦ハト麦、うん、みたいなうん、うん 天然のやつだったんで僕弱いから肌がだからそれだったらいいだろうっつってやってますいいですね。なんかさ説明見たら二度塗りも OK なぐらいみたいな弱いやつはいそれ塗ってますよそしたら少ししは良くなりまた乾燥しなくない。あんなカッサカサのあれさしかも酒飲んだ後だったわけよもう水分も何にもないさね。 ん店頭さんから年取ると水気がなくなるからねほんとね水気なくなるんだね怖いその水気がしわをね作る原因と言われていますのでそうなんだ汗もかかんよ最近乾燥してるからしわができるんだってだからちゃんとうるおいをね保ってしわをできないようにだからあれですよっとされるやつっても汗かかんくなってる前みたいにそうなんだ 水飲む量も足りないんじゃないですか水飲無料も <laughs> だって水飲む料も減っているね水飲むの直視 <laughs> ってだらしたらいいじゃないですかもうそんな反射神経ないっすあらおっさんっすねしょろうやしょろう何も言えんな <laughs> もう最近さこのしょろやとかいう会心に何も言えないっていうのだ山内限界説が 天童さんか。はい。一郎は将来ヨダみたいに幸さいいやしなすごいね。こうどうする？緑色になった。宇宙人ちゃん。ただジェダイだよ。さやえんどみたいになるよ。ジェジェダイだよ。ジェダイ？うん。フォースフォースが使えるの？フォースが使えるし、ライトサーベルも使える。なんて？ライトサーベルサーバ。ーわかんねえよ。アイこ以上って締めいも。 以上、お天気道路交通情報をお伝えいたしました。 時刻は9時19分を回っております。コメント続々来ておりますので、チラチラ紹介します。チラチラ紹介するの。はい。クリュスさん。はい。極超のライトセーバーは立たないでしょ。どういうことかな。どういうことかな。朝だよ。朝だよ。でも光ったらちょっと面白いかもね。光ります。わかります？光る。光るゴムがあるの。わかんない。 使うか分かんないんだよな続いて同じくクリオさん局長アベンヌの化粧水いいですよ高いんじゃんでもあべスプレータイプのスプレータイプがあるので手軽にシュートできますということそうそうそうあの私美容関係の仕事だったじゃないですかうううんんん全職は会社うん手で塗るなって言われてましたよあそうなんだじゃあどうすんの こんなんのだからスプレータイプでシューってやって終わりあそうなんだな、うんでかっていうと手にばい菌がいっぱいいるからってだから怖って思ったへえー、<laughs> だからほらコットンとかさそういう素手じゃないやつでやったほうがいいよーって言ってましたねへえー、だから髪の毛をよく触る人はそのまま顔を触ってばい菌マンがいっぱいついたまま皮膚触るから髪のの毛もバイキンマンなの髪の毛って一番汚いですよ人間の中で。 この一本一本にゴミがついてるからそうらしいんですよだからよーく見ると髪の毛を触って顔を触ってる人はニキビが多い人が多いへ<ー>とか髪の毛が刺さってたりとかあ<ー>こうニキビを隠したいがために前髪とかを長くするんだけど、うん、そのせいで余計肌荒れがっていうのもありますよなるほどうん 気をつけたいですねそう気をつけてくださいね最近髪切りたいんだよなもう伸びしすぎてるね私より長いですよねそうだね <laughs> 本当だね、うん、今耳りはえっと五ミリぐらい <laughs> 5輪ぐらいかねせっ <laughs> きせっ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 きじゃないですよなんでそれえ一休さんどうもな <laughs> 愛してるわからないですかはい さあ大塚健二さんからも来てますはいありがとうございますみみりに対して私に対してまだ進化できるってことですねどういうこと先ほどのテンションが低いという話ですねはいさよわりはい進化してくださいそしてゆきゆささんはいおはようございます朝ご飯食べながら聞いてますよありがとうございますみみりさんお久しぶりですお久しぶりです久しぶりなんだうん。うんなるほど 可愛<え>い,いですね。今日もねえ。ゆきよささんありがとう。そんな大塚健二さん、シワの多さは人の深みだと思います。<laughs> それ言うよね。そうですよね。あのー、笑いじわが多い人はいっぱい幸せになったっていう。笑いじわって目のこっち目の横。そうそうそう。うん,う,んうん。うん、えー。えそして、そして、そんな大塚健二さん、いいことを言ってますが。はいお いいこと言ったらこここの番組紹介しないっていう体があるんですけど大丈夫ですか違う違う？いいことさっき言ったさ「手話の多さは人の深さ」はいはいいいこと言った後に、うん、これですよトイレにいトイレ <laughs> どうですかトイレにいトイレおやじギャグ挟んでくる感じ感じうんいいんじゃない好きですか嫌いじゃないですよおおやじギャグいい、ね、自分も言うもんなはい言いますね 布団が吹っ飛んだ的な。違う。だからさ、最近こういう返しが弱いんだよな。俺。私の方が腕上げてますよね。もうさ、みんな。あの。ナレーションのディレクションも名具すごかった。先の。はい。すごかった。的確アドバイス。だからもうあなたさ、俺にじゃなくて、あれに頼めな。わかりました。そうします。本当にもうちょっとね。その方が成長できるかも。ゃゃゃ ここはあのでもそれを育てたのは山内さんですからねでいいですかそうだけど早いよどれが正解違う違うって山内さん「まだまだいきますよ」が正解私が言うのが私が言うのがああじゃあ不正解だったってことです全部ダメだなだから返しがさ本当に弱くなってきてあまあまですねあまあまだだけ 前はもっと尖ってましたね尖ってたうん何を意って言った何を耳って言ったら言われたことないけど布団が布団だに俺はかぶせてこのなんか言ってほしかったですけどねダジャレを言ってたのにうん今ペンタナポアポペンみたいな感じのはいビバクラペンポエンなんとかって別にあれじゃないだろダジャレじゃないか違うよねうんびっくりしたわ 親父がぐパッと出てこないこの活性化が、ね、脳の活性化がないですね。なんだかなんだかな酒飲みすぎか。なんだかな。はいじゃあメール来ております。今日のテーマは動物でございます。はい、でもね関係ないメールが来てます。<laughs> はい 青野軍団さん。はい、ワンピースの話に戻すけどさ、<laughs> 好きだねみんなね。戻してきたね。自分も最初ワンピースの何が面白いのか、うん、って思ってたけど、本当よね。チョッパーが出る冬島編。冬島、うん、冬島。冬島,冬,島冬島編の最後のチョッパーが仲間になるところだけ見て感動して、最初から DVD 借りて見てはまったからね。ちなみに自分は漫画のワンピースはほとんど見たことないわけさ。 俺はアニメ派です、えー、ワンピース漫画で見て、うん、軍団さんうんいよそうなのねうんだからまず見てごらん食わず嫌いですよそういうのはわかりましたえー、食わず嫌い食べれないけどバカ <laughs> <laughs> 続いて女王様とリスさん <laughs> テーマ謎の生物あ女王様<う>何か面白い生き物いないかと近所を歩いていたら不思議な猫がいたので写真を添付しますえー、キモ何これやばい 耳ない前足ない,ない後ろ足もない胴体もないよ胴体あるじゃん後ろ足がないのか後ろ足と前足がないこれ隠れてるんでしょあ隠れてるのかじゃないあ違うないねこれ絶対コラっぽいこれはフォトシアップじゃないですかねえありえんしそれで生きられないでしょ生きられないうんなんだろうでも変だね角度前足と後ろ足が隠れてるのかなうん うん、変な感じええー、女王様とリスさんはい木曜はみみりの情緒の起伏次第ですねどういうことまさに女王様のラジオです <laughs> 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 私はいさやむと緊張するのよだから終わると気が抜けるトイレ行きたいな <laughs> けどトイレ多いって山内さんが言ったからもう行かない <laughs> <laughs> 行ってないけどな行くなとは <laughs> これで顔が可愛くなかったらボコボコですね。<laughs> <laughs> はい。ありがとうございます。<laughs> 僕の、えー、気持ちを代弁してくれますね。代弁してますね。起伏次第ですね。と。そうですね。まさに女王様ラジオですね。<laughs> これを旗から見た私のこの。 行動っていうんですか言動うんうん。ひどいですね。ひどいですよ。<laughs> <laughs> 今、今、やっと気づきましたか気づきました。<laughs> よかった。言ってないけどないくなとは。でもさ、言い方があるじゃないですか。あ、出た裏。<laughs> 一回飲み込んで、あなた必ず反論しますよね <laughs> 一回飲み込んで反省したと思ったら、<laughs> いやいやいやってなるんだよな。<laughs> それがね、耳り返し。 <で>もう女王様やしなんでですか <laughs> ひどいなみんな女王様ですねあでも本当にリスちゃんありがとうございます僕がね注意してもなかなか聞かないので <laughs> <laughs> ああ助かった、えー、ただねえー、っとコメントではですね、はい、山内さんに対しても来てるんですよ「テントを頑張ろうかいさん、うん、一郎旅に出ろ」あ「ぐんさん反省会は終わってから」 はいわかりましたテントさんはい。確かに弱何ですか弱って返しね山口さんだえー軍団さん国平絶対見ないなワンピース私見ないはずじゃあの水水嫌い見わず嫌いって言うんだよ 食わず嫌いじゃないけどスター・ウォーズもそうだったわけ、うん、でもチャレンジはしてるんですよスター・ウォーズはねはい、うん、エピソード1とか 1> だからエピソード1見るからだっつうの何回言ったらわかるの結局はえー、断念っていうエピソード1はさ一番のダサ作ですからスター・ウォーズの中であのこの前のやつもダサ作だと私は思ってますよログアンのことを言いたいそう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 ,そう,そう,そういやーなう <laughs> 寝ました3回ぐらい <laughs> マジで本当に,本当に記憶が3回ぐらい飛んだわけぶん殴ってやりたいうわ場面が変わっとると思ってあれさだから、うん、456っていうエピソードはい456ね次いすは <laughs> い456を見て、うん、さらにこのあれを見ますよねこの前やってたやつローグワンじゃなくてあと一個のなんだっけなんかやってたんですよ

今度さ、鑑賞会やろうぜ。あの、バックオン上映会っていうのがあるでしょはい。あれで、スターウォーズの4、5、6から。はい。僕の解説、僕と宮島さんの解説付き、付きで。うーん。<laughs> 考えときます。いや、やります。えー、メッセージ届いてますよ。はい。曲調耳リスナーさんおっぱい。<laughs> 久しぶり <laughs>。ピッピッ、ピーチベルシルバーだよ。久しぶり久しぶりにラジオ聴けてやさー。 かミミリの噛み事よ、うん、死に可愛い,いありがとう俺ってショート好きさ、うん、広瀬涼子のショートの時とかゴーリキアヤメとかドストライクさナイスドス <laughs> <laughs> ピーチベルシルバーさんありがとうーえでも蓮舫みたいですよ <laughs> 悪い方に行ったね <laughs> あの笑いの方向に持っていくよねそそうそうだってさ広瀬涼子とかゴーリキアヤメちゃんとかさ可愛い,い感じで まとめてててくくれてるのにささそこよかいうか蓮舫ですよって蓮舫でもよく見てごら、うん美人だよそう美人さんよねうんミーだからただこの気の強さが顔に出てる2番目はダメじゃないですかってなんだっけあれ2番目じゃダメじゃないですダメなんですかダメなんですかって目こう2番目じゃダメなんですか見開いて,て見開いて目蓮<舫>だから似てるさ気の強さがこう 性格も似てるのかな似てるはずよあー <laughs> <laughs> いやだいやだ <laughs> いやだ <laughs> 蓮舫さんと乾杯したいですねいやだいやだ泡盛りでさあ、えー、まだまだメールをお持ちしておりますメールアドレスは761アットマーク fmcoza.jp です本当だ ここで一曲をお届けします。ブリンダメロン、ノーレイン。 時時刻は8時38分を回りましたさあ、えー、今日のテーマは動物ということで、はい、ちょっとね、うん、面白い記事を紹介していきたいと思います<あ>まずは「うん、飼いたいペットから知るあなたがハマる男性のタイプ心理テスト」イエイエイいい加減にせよ <laughs> はいじゃあいきますみみりさんはい理テストでト私はまらないんだよねこれあなたは新しくペットを変えたいと思いましたふふむむどの動物を選べますかほうほうはい何択ですか選んでくださいあ何でもいいってことあらじゃあですね今欲しい一番欲しい動物はペットはミニブタさんですあないですミニブタは。なん ないです何択ですかって聞いたよねあのもっと一般的なこと言っていや一般的でしょミニ豚うん全然一般の時じゃない最近来てるよあそうなんだミニ豚ってどれくらいなのでもね大きいだろううんミニ豚って3か月ぐらい経たないとわからないんだってあじゃあもしかしたらでかくなるかもあれ豚ちょっと怖いぜかわいいよ 農家にいなければすごい清潔好きな綺麗好きなんだって豚さんって臭くならないわけそうそう臭くならないんだってしかも犬より頭いいんだってあそうん比較じゃない臭くならないっていうのは比較だと思う農家よりは臭くならないだけい犬よりは臭くならない本当うん犬種ちょっと大変でしょ大変あれじゃないんだって分かったじゃあもう4択にします話が進まないはいなるほど番番番犬猫鳥 4番ウサギうーんどれも嫌なんだけどどうしよう必ず選んでください話が進みません<笑><笑>じゃあウサギウサギウサギ出しだからウサギを選んだあなた本望じゃないけどウサギを選んだあなたは一緒にいると幸せな気持ちにしてくれるゆるキャラ系男子を求めています <laughs> 笑顔の相手と一緒にいることでリラックスした時間を必要としている。ああ、そうねそ。そんな彼は、はい、第一印象で判断されがち、ほ<う>彼のコンプレックスを受けてくれる相手を大事にします。うん、推しに弱いところがあるため、浮気が心配。うーん。ということですよ。はい。当たっていますね。癒しを求めているということですかはい彼氏に。はい。 はあ、うんうんどうすかん当たっていますか当たってるんじゃないですか <laughs> <laughs> この野郎この野郎 <laughs> <laughs> なんでこの野郎なんですか,かええー、続いて <laughs> いきたいと思いますはい飼いやすいペットお<っ>ベストファイエ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 イ <laughs> <laughs> 第5位、はい、キンクマハムスターえハムスターってことハムスターお<い>、えー、澄んだアプリコットの毛色が特徴でゴールデンハムスターを品種改良した種類つぶらな瞳が愛くるしく寿命もハムスターの中では長い人懐っこいおとなしい噛んでも甘がみ程度かわいいねへ<ー>うんいいっすね えー、性格も温和で人懐こいということでただ価格が2500円高いの高いハムスターにしてはうんへえでも犬とかに比べたら全然安いけどねでもさチッピルドいいじゃん第4位はいハリネズミおお<ー>あのハリは実は意外と柔らかいすぐ懐くしペロペロ舐めてくるあらかわいいねかわいいねうんペットショップでたまに 安くで売られていることもありますよへーただおしっこが若干臭いので気をつけましょうしかもさ便称性がない上本人も逃げる気ゼロって針で守られてると思ってるからじゃないかなるほどねじゃあ無防備なんだ結構そうでも本当ね意外と柔らかいらしいのでハリネズミいいねハリネズミいいね FM 小座の次ハリネズミにするハリネズミにしよっかいいねいいんじゃないいいねいいね 柔らかいんだったらでもおしっこ臭いからちょっと気をつけないといけないね。それはこまめに。えんちゃんが。えんちゃんが。えんちゃんが。はい。第三。はい。積性インコ。インコね。インコ。うん。ええ一人暮らしの人にはちょうどいい。うん。ということです。うん。で積性インコは人間とつきやすい性格をしているということですよ。はい。でも鳥はな。続いて第二ブルドック。 ですねピンポイントですねピ,ピンポイントです,、ね、トなんですかあのバカ面が癖になるはあ切れると土佐犬並みに怖くなるが人間には絶対怒らないってよへえ<ー>すごいね人懐っこくて頭がいい飼い主は絶対に忘れないということです。はい、えー、リードを持ってなくても勝手についてくるそうですよ、うん、ブルドッグかわいいよね非常に飼いやすい,いフレンチブルドッグがいいなそして じゃあ第一位、はい、何と思いますか当ててください。うん、なんだろうか、飼いやすい動物？うん、金魚。<laughs> 違います。全然違います。全然違うんだ。ヒント、えー、魚ではない。魚ではない。ええー、じゃあハムスター。ヒント、哺乳類でもない。ほ、カメー。<noise> あー あの子たちさ私より長生きするからねそうなんですよ流行る第一位はリクガメリクガメ人懐っこいとかそんなんじゃない住みかさえ整っていれば何にも抵抗しないだね寿命は60年うということでただ環境費用が7万ぐらいかかるえ年間うんんでんかね整えるの大切らしいですよ ただ病気に強い寿命が長い適度の大きさそれで堂々1位ということですねなるほどいいですね初心者でも飼いやすいのはやっぱりハリネズミなんて飼いやすいハリネズミ飼いやすいのはハリネズミハリネズミ飼いましょう FM コザではいいですねはい売ってるところ教えてください売ってるところそうだね以上ネットからのお知らせでした お知らせ。お知らせ。さあさあメール来ております。紹介して。はい。お知らせです。メール紹介します。マイオアシスバイチャンオカさんから。イメヤマさんおはようございます。おはようございます。今日のテーマは動物。動物。動物でも未確認生物の話を紹介します。出た。これは友人の父親の話です。その友人の父親の実家は四国のかなり田舎にあり、その裏手の雑木林を抜けたところに池がありました。 蒸し暑い夏の夕暮れ時、友人の父親が釣りにも飽きて、ふと、川下の方を見て、川の下の方を見ると、頭に皿、背中に甲羅、両手にキュウリを両手いっぱいに抱えた、キュウリを両手いっぱいに抱えた緑色の生き物が、じっと友人の父親の方を見つめていたそうです。友人の父親はとっさに、カパだと思ったが、 なぜだか体が動かない体が動かない怖いねその時その生き物は俺カッパじゃないからなと流暢な表情の <laughs> 叫び池に飛び込んでいなくなったそうです <laughs> カッパに違いないと思った友人の父親もその生物から真っ向に拒否否定され確信の持てないまま今日に至っているそうですちなみに私は FM 小座の周辺でカッパちゃんと名乗る。<laughs> 60歳ぐらいのおじさんを2、3回目撃しました。小山にもカッパがいるのだと確信しました。以上、チャンオカさんからのレポートでした。えー、わざわざ BG 帰ってその下は。ね。えー、両手にキュウリを持って。俺、カッパじゃないからだ <laughs> <laughs> いや、カッパでしょあいいな、これ。俺、カッパじゃないからだって <laughs> いいっ、ね、カッパって見られるっていうのが分かってるってことだね。そうだよね。<laughs> 続いてこの方、小田之介くん。<laughs> はいはい、テーマとは関係ないですが、雑学。うん、お映画、スター・ウォーズに ET が出ています。うん、あ、わかる。あ、そうなの、うん、そのお返しに映画 ET にヨーダが出ています。知ってましたか<え>有村架純さんではなく、ミミリさん。ヨーダ出てるんだ。出てるってよ ?ET にトイ・ストーリーにも、 トトロいるって知ってる知らない。そう。うん。いるんだよ。マジうん。見てみよう。<laughs> <laughs> いいですね、こういう雑学。ね。有村架純さん。はい。はい。有村架純さん有村架純にではないですね。あ、そうなのあのね、最近、高畑充希ちゃんに似てるって言われます。あの、 痛くて私無茶くなるとかいう人いるじゃないですか。ちょっとメール読んでてください。ちょっと両方調べますね。有村と高畑ね。はい。ね、ええー、続いて前はスイスユキミミリさんはおはようございます。ムーネです。はいはい。先生来ましたね。昨日は県立高校の卒業式一、うん、日じゃないや。一日遅れですがご卒業おめでとうございます。ミミリさんは卒業式の思い出ってありますか。さて動物大好きです。実家暮らしですが私のところは猫二匹。 稲2匹飼ってます<ー>学生時代は祖父母タッグでアヒルも飼ってました<ー>そして高校時代畜産を学んでいた関係で豚は豚でも黒豚が大好きですしかし私の愛猫、ね、長毛 <laughs> 長毛超黒猫リリーは可愛いのです部屋に戻るとなぜか寝室からとことこ出てくる <laughs> そしてかまってーと言わんばかりに泣く 体格が大きい割にフットワークが軽いいつもいつも癒されております、うん、外は朝日がポカポカ気持ちいいですな今日も良い一日をお過ごしくださいハバーグッデイということですおいおいえ、黒猫飼ってるんだいいな憧れますねね<え>うん黒猫うんそうなんだ魔女の宅急便でジジイ、ね、が出てくるんですけどキキでしょキキは主人公でしょ <laughs> そっかさ <laughs> 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 っさっささ えーっとですね有村架純さん、うん、残念似ておりません似ておりません高畑充希さんはい残念似ておりませんあそう全然似てないんーんあ似てる写真一個あったなでも一個だけだよおなるほど目が似てるかもなうんーそうですか <laughs> <laughs> 話の途中で何か飲まないでくださいもうあと3分しかないんだから喉がガビガビビでいはいじゃあ続いてはいぼが読みますねこれは誰だえー、ジャージャーピンクスから切ってるんだちょっと待ってよ えー、軍んさんはいよ動物小学校の時に犬飼ってからずっとペット飼ってなくてさ、うん、娘っちが内地行くし長男は遊びに行って帰ってこないから次男坊が寂しいかなーと思って犬飼おうかなーって考えてるんだけどさ、はい、昼間は家に誰もいないから室内犬飼ってる人はどうしてんのかなーって思ってさ、うん、俺は柴犬飼いたいんだけど、はい、家族が室んだ か、はあ、室内犬がいいって言うんだよね。ミミリーは宮島さんがスターウォーズの解説してても熱、ね、そうよね。<laughs> てかスターウォーズと違う話してで、でもうそれはスターウォーズじゃないでしょ。<laughs> はい。クレーム。はい。すいませんね、うん。室内犬<ば>昼間どうしてるんですか。柴犬はね外犬ですよね。うん、だから昼間どうしてるんですか、ねうん。室内犬？昼間？自由にさせてる。誰もいない時うん。 あそうなちゃんとねトイレを教えてるし、餌、うん、もあの水飲むところもちゃんと置いてあるので、あじゃあ大丈夫なんだ。そう,そうあのペットボトルでね今飲んだら自然に出てくるっていう画期的なのがあるんですよ。すそうそれをでねこういつも新鮮な水が飲めるっていう。だそうですよだから飼いやすいんじゃない？はい、うん。はい。そう外犬もでも。 いいと思うけど。うん。え、続いてピーチベルシルバーだよ。はいよ。営業者のラジオアンテナよ。天井の低い駐車場に駐車するとき、アンテナが引っかかって折れるのが多いからって。引っかかって曲げとく人いっぱいいるわけさ。はいや。俺のニュー営業者のアンテナも、納車当初から引っかかって、曲げてたら、全く電波が入らなくなった。局長、弁償してドす弁償してドすんで俺が弁償するの 耳 <laughs> かから <laughs> 直すよ、直す。<ー>はい、続いて。続いて、青の軍団さん。うん、ミミリーの髪型、蓮舫みたいって言うの失礼かなってずっと我慢してたのに、一郎、ぶった切って解放しよった。チューバーだな。<laughs> 俺は嫌われたくないから、絶対本人の前にそんなこと言えないな。<laughs> っていうことです。 まあ、この人、俺にも失礼なこと言ってから。結構ぶっこんでくるけどね。はい。え、北のリスさん。蓮舫さん。はい。お月の方。はい。お月の方って。これマジさんのこと俺は。おきの方。ボディーガードか。頼りないボディーガードだな。こら。こら。リスナーの皆様、おはよう、ゴンザです。おはよう、ゴンザです。今日のテーマ、動物。うん。マングー中は、沖縄の人。 沖縄に人の手によって持ち込まれたんだよね。そうだよ、外来種よ。龍神マブヤで、マジムン寄りじゃなく、マブヤ寄りの気がする。元から沖縄にいる動物たちより、人の手によって持ち込まれた動物だから、人寄りの気がするのは北のリスだけ。マジムンになれないマングーチューがいる。<laughs> <laughs> マングーチュー <laughs> 今日はあれですね、動物からいろんなワンピース、スター・ウォーズ、うん、マブヤーまで。<laughs> 発生しましたね。本当ですね。面白かったですね。面白かったですね。あれ締めだろ <laughs> ?3 月2日、今日のマヨシスはこれまでです。今日もたくさんのメール、リクエストありがとうございましたありがとうございました木曜日マヨシス担当はミミリでした。と。<laughs> ボディーガードでいいっすよ、もう。お月の方お月の方で。はい。お月の方、山内さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。した今日も良い一日をお過ごしください。それではまた来週。さようなら。